まあその話はまあ、まあ、いいでドライベジさんと2人っきりのツーサムよ。やっぱちょっとあれあったから。ドライバー11発3日間で。何だと思う？ 11 発って何だと思う？何よ11発って。池じゃないよ。OB でしょ？アウトバー初めて3日間で。コースどこですか？小松ですか？小松。でも小松 OB 多いんですよ。僕でも結構バックリグリップましたね。バックリ。これ全部グリップを外して新しいグリップを持ってくるから、ね。これはそのまま。じゃあ試合中ずっとツーサムだったって話ですか？そう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 。ああ、まあそうなりますよね。ちょっと待って今持ってくかな、ね、グリップ。ジュウ君あの大丈夫なの？コロナ。ちゃんと抗原検査した？帰ってきてから。声出ないよ。やばいじゃん。声出ないのダメですよ。ダメだよね。うん、ちょっとあの男だけは。だからだからちょっと待ってください。ダメですよ声出ないの。いや抗原検査したって。いやいや抗原そうじゃなくて。っていうかもうだいぶ前の話で小松なんて。そうですよね。だって先週はなんとか新オープン。新オープン。新オープンでさあなチェックして。せっかくチェックしたんですよ。予選は通ったけどさ、初日4オーバー、2日目4アンダー。いや、3オーバーの2アンダー。あ、戻したと思ったら何その後、80時間。だから3日から80時間。ね、メジャーのセッティングでしょ、でも、シニアといえども。そうだよ。ラフ伸ばして。で、X から、ね、TX にしたのよ。これを、捕まらない仕様。これキャロウェイわかんないんだけど捕まらない仕様なんだよこれ。 N はノーマルの、これに聞いた方が早い。 NS がノーマルなんでそこからちょっと、え、だから柔らかくするとブリンってくるんだわ、はい、だから柔らかいのを右に向けたいんだ。あ、分かる？分かりました。で、TX はスタンダードでいいの。TSM さんは NS ですね。で、それの、ちょっと右に向けてるんだよ、これは、はい、これは完璧なのよ。ちょっと、うんうん、これは完璧なの、はい、あのクリーク、はい、あれは完璧なの。グリップ変えなくていいじゃん、うん、いや、グリップが違うんですよ、ほら。え、俺これだもん今。あ、グリップもう自体が違う。もうグリップ自体違う。人誰もいないときに来たね。完璧でしょ。いや完璧まあ、ある意味完璧だけどね。完璧でしょ。だって言われちゃう、忙しいのに来んなって。いや、そりゃそうだよ人多いときはね。いや一人だけど言われるから、何しに来たんだって言われるから。グリップ交換よ。これを使ってんじゃねえって言われるから。思う存分使います。こないださ池さ入ってさ、これ石垣だったの。ほんでボールが埋まってんだよ、これ打てるかなって池の中。ガンってやってガチャーンとか言って、ま、埋まっちゃってさ。まあいいや、そういうとこ行っちゃってるってことなんですよ。ドライバー今年多分25発ぐらい帯びてる。マジで？それはダメだけど。それは消していて。いや本当に、あの、いや多分ゲストは消さないですけど、本当に。いや消した方がいいよねこれはね。これは消したの。おかしいよ。だってドライバーあれだけうまかった人間がさ、わけわかんないって。だってドライバーが生命線だから、マモ君は。だからメシさんの、あの3日間一緒だったでしょ。11発もメシさんが、あの、俺の帯見てたからね。お前それじゃダメだ。いや、言ってたでしょ。これを捕まらない仕様にしてグリップを交換するでしょ、はい、ちなみにキャラウェイは捕まらない、あのグリップ交換をしてもガチャガチャできるのがキャラウェイです。あ、そうなんだ。そうじゃあグリップ交換だけだこれ。そうっすね、はい。あ、もうあとこれ全部宮下さんの今の会話分かってないと思う。いや分かるよ、俺だってキャラウェイ使ってんだもん。キャラウェイ、キャラウェイ、キャラウェイ、キャラウェイだろ。キャラウェイじゃねえ。
キャラウェイだったらもう歌になっちゃうからってねえ、これが 6TX のキャラウェイ、キャラウェイのネックキャラウェイのこれキャラウェイのネック、グリップを全部変えたかったのね結局ね。違う、ちょっとこれはあの TX だから捕まらない仕様にグリップを入れてほしいんだよ、はい、テーラーは。テーラーはね、そう、いやもうキャラウェイは関係ないってことだね。キャラウェイだろ。なんでキャラウェイ違うの、これほら色がキャラウェイ色違うよ。なんでそれシャフトが違うんじゃないの。一緒だよ。これあの予想なんですけど、ちょっと古くないですかこれ。日焼けとかあるんですよ、ちょっと。だって文字も違うもんね。そう、ちょっと前のやつなんで日焼けしたかなと。僕もはい、ちょっと前のやつ日焼けして。キャラウェイ？11分。3日間で11個だよ。22ペナルティ。いや、信じらんない。22ペナルティの20オーバー。それはもう最悪だよ。それは稼げんわね。うん、全く今年もうやばいね。もう。もうあのね、3試合ぐらい優勝争いしないとシード取れないね。ああ、そうか、30位だけ自信にやって。そう。ダメだ。あと残り何試合ですか？6試合。そうするとまたあの予選会なっちゃうの、マモ君。あ、それは大丈夫。ブラックカード使っちゃう。ブラックカード使って。ブラックカードっていうのはシード2勝以上のあれだって最初俺使わなかったじゃん。あ、そうですね、予選会行ってたもんね、最初からね、はい、だって誕生日が来ないからもったいないじゃないですか。そうですね。そうか、来年はブラックカードで出場か。うん、もうそういうふうに思ってた方がいいかもしれないね。あのこうやって一生懸命もがいてもさ。そうだよ、シニアになってもがいてもしょうがないもん。きついね。きついことは言うね。僕も結構今年打ちのめされて結構言われてるんですよ、ね、いやそりゃそうでしょ。だってシニアはやっぱしあの楽しく、ま、回らせるところをみんなが 見た方が楽しいってことでしょ。往年のプレイヤーを見るところだから、うん、楽しくよ。そんな一生懸命さ、レギュラーツアーみたいにもう歯食いしばってやってるところはたまにでいい。あのジャンボ軍団の僕だからアマチュアの部分なんですけど、僕アマチュアも成績良くないですよ、うん、だからシニアの部もだからこういう言われちゃうんですよ。ジャンボ軍団シニアの部も、いやそれあれアマチュアってシニアに55だろ。そうだよ、アマチュアはね55です。でも日本シニアオファー50から出てんだろ。あ、そうなんですか。そうだよ、あいつマサヤ出てたじゃん、予選。ああ、要はあの俺だよ、高橋マサヤ。はい、あのシャクトーって、はい、まあ、50になったらやれいいんだよ。あら、日本シニア、いやもうあの顔見て、あ、もうすぐ、あ、ニュースに出てくる。いや、俺だって何のハンデキャップも取ってねえもん。あ、じゃあ、そっか。あれ、ハンデキャップないじゃん。昔はよー、悪いことしながらハンデキャップ取ったけどね。いや、昔は、はい、ダブルスの試合出るのにハンデキャップ必要だったの。そうです。全部必要でしょ、あんまり。今は、そのダブルスの試合とかは全然関係ないから。はい。前はね、ほんと、厳しかったんだよね、はい。ちゃんと所属先の、なんか、ハンデ取らないといけないじゃない。そう。ブラックカード使っちゃうか、ついに使えるとき使っとかないと逆にあれじゃないですか、取っといても。そうだよ、そうですよね。いや、だってシード取っちゃって、あの普通に取ればさ、使う必要ないから。それはそうだよ。それそうですよ。いや、得意な平川あるじゃん、まだ得意ではない、たまたまパター入っただけ。やめてくれる、プロがたまたま入ったとかいうの、小暮じゃないんだから。だからいい成績のときはたまたま入っただけなんだよ。ショットが踏んぐんじゃないから。違うんだ。そうです、納得のいく少しあれじゃないって内容ってことですよね。そういうことですよね。なんでセブ初日セブンアンダーだろうって、もぶっちゃけまあ2アンダーぐらいのショット力だったよ。パターンが入るんだ。入ったんだあの時は。でアプローチも1メートルぐらいなんで、こんなの、うん、そんなベタとか1メートルのドキドキしたパーパットが全部大丈夫ですか。やばい、大丈夫ですか。あ、グリップどれですかね。うん、これこのスティングだよ。
それを、なんか、なんか、一巻きは、一枚でいいですか。こんくらい、あの、大きさこんくらいだ。大きさこんくらい。もともと、あ、こんな感じ。そうなんだ。それを、あの、これ取っちゃっていいよ、これは。あ、これ、わかりました。そう。うん、次どこなの？サミットサミット日本プロテイン。ああ。いわゆる。もう春先からずっとオフからドライバーって言ってたもんね。こうなっちゃうんだよ、小暮。ドライバー飛んで曲がんなくて一番すごかった人よ。そうですよね。そうだよ。もうやばいな、もう一回。大丈夫、本当に冗談抜きで。大丈夫だよ、大丈夫。換気してみました、換気。まだ開けとけ。汚いところを変えたら。あんの？感じ的に1枚ですね、なんか、うん、今日赤で見てろだ。午前中ちょっとセコドン来て練習してる。あれどうした？悩んでるらしいじゃん、夢か、うん、チーピン。いや、全然どう、うん、ステップ。え、いやいや、それがまたよくなった。ステップで優勝してたじゃん、最終面ですよ。うん、そう、それでどうしたの？2位だったけどね。まあいいじゃん。いいよ。最高だよ。未だに、あの、トサカン全トラだよって言って。やってる？いや、もうやってないです。あれ。いいよ。なんかだって、ロケットスタートしたと思ったら、もう OB で終わっちゃうんだ。太平洋の、あの、マルマンなんかそうだから、ね。そうマルマじゃねえや、マルハン。マルハン。マルハン。本当2日目、バーディー、パーバーディー発進で。はい。いや、これ来たぞ、おい、来たぞと思ったら、お前。10番から ?1番。1番。あれ、シニアも、もう結局一緒のとこからやるの、ほとんど。いや、ちょっと前だね。ちょっと前だね。でも、ほとんど一緒。そうね。なんか、でも、あれ、18番は一番一緒だよ。あ、まあ、あそこはね。でもどうなの、あのクリックぐらいでいけんの、マモ君で一番後ろからやって。バンカー越えるよ。左のバンカー越えるの？越えるよ。すごい。去年はもう2回とも右のラフだもん。したら打てない。ってことじゃあ、まああんまりレギュラーツアーの時と距離変わってねえ。変わってないよ。それであんま稼げない、うん、運じゃないよ。ペナルティやっちゃうんだよ、ペナルティ。そうですね、なんかよその話聞きますもんね、なんか、うん、俺、もうしょっちゅう行けよ、行けとかさ。そんな真顔で言わないで。これ、スタンダードだよね。はい、よし、TX スタンダードマスで、まっすぐで、ほんと1名しときます、ね、うん、ラッキーなの。これを一つロアにしてグリップを入れ替えてほしい。そうすると完璧になる。テーラーメイドの方ね。そう、テーラーメイド。キャラウェイはいいんだろう。キャラウェイはそのまま。はい、グリップだけね。はい。でも何でもいいじゃん。ありがとうございました。それシムツ？そう、シムツだよ。なんか またテーラー新しいの出るね。あれ、あのグローレ。ローレ。はい。あのステルスグローレ。ステルスグローレ。ストレスグローレ。あのサミットから俺使える。サミット。いや、使えるって、うん、ま、まず決めてからでしょうよ。分からないドライバーを。どうもすいませんでした。本当にさ、本当にあなただけは昔と変わらんわ。
でもあのやっぱその T ショット曲がっちゃったらね、いっちゃいっちゃえっていうゴルフができないわけよ。大事なところ、サミットも本当にティーショットしっかり割っていかないとあれですよ。そうだよ、難しいよ。サミットってさ、あの高山が所属してるとこ、いや違う、それスターツ、あの笠間、あのサミット茨城、あの石岡、石岡、うん、石岡の隣、ね、石岡の隣ね、はい。最後18番の方があれでもイージーじゃないですか、18番の方が。俺両手持ちだから2年とも。そうですね。あの最後、はい、あの初年度はボギーボギーで寄せ落ち、17、18。いや、だって、余裕でどこじゃないですか。で、1打で寄せ落ちでしょ。で、去年はボギーボギーダボで1打で寄せ落ちだから。18番ダボのあれが分かんない。コース、なんていうコース？サミット。サミット。え？あ、あの、初日の18番が、あの、まっすぐの真ん中に木が1本ある。そう、いいぞ。で、バンカーあるとこ、ね。あ、バンカーあるとこね。そうそう。だって一番から上りのあれ届くんじゃないですか、ギリギリ届く、ロンキー一番狭いですよ、ママやれちゃうよね。ちょあれフェアウェイだからやるから、発言がちょっといつもと違う。とりあえず待ってるじゃないですか、ギリギリ。いやいやいや、あのヒールスライスでもうあの打った瞬間どこどこそこ行くかここ行くかだから。あれちょっとなんか違うな、サミットのティーショット割ってて余裕っていう。だから去年の初日はもう割ってって、はい、すっげえ言うて4アンダーだったの初日、はい、ほんで予想落ちたもんね。ボギーボギーダボで3アンダーに、え3アンダーにいて残り3ホール でボギーボギーダボで予選落ちた。予選落ちあるんだ、メジャーなんだよ。そうそうそう、4日間去年立山さん勝った。そう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 、おかしいな、なんかイメージ出ないな。そのイメージ出ないですよね。そのこれ外した方がいいよね。あ、はい、あの大丈夫です、任せてください。これ一つロワーだよ。あ、そうですね。こっちは、はい、あの X は T、 あのそこのこれがいいんだ。TX は、ね、一応ガチャガチャしつけてグリップ入れたいです、うん。そうそうそう、そうでしょ。はい。なんか明日寒いらしいよ。いやもう今も寒くなってる。ちょっと寒くなってるけど、はい、いやなんか本当にあのママ君の格好はもう本当にグリップとあれだけ買いに来ただけだね。球打つ雰囲気じゃないね。いやあるよ、だってあスパイクが履き替えるの球打て一応付け替えた後。そうそうそう、もちろんもちろん。調子悪いまじまじ言わないでくれる。もうスコア見てわかるから。で先週なんか直美さんに初日スコア負けてたじゃん。まあ川岸さんはもっと打ってたけど。メジャーはすごいね、マークセンね、強いね。4日間ともアンダーパーツもすげえよ。もうジャムさん来たよ。こんにちは。そう、キャロウェイ。キャロウェイは普通にじゃあ乗ってる、はい、それはね、いや、多分ここに線に合わせれば何でもできる。何でもできるんだ、はい、テーダーができないんだ。いや、これテーダーを外して、はい、したらお願いします、あのその場所に、うん、場所にセッティングする、はい。そうですよ、老眼大丈夫ですか。ダメ、全然見えない老眼鏡。老眼鏡ですか。うん、全く見えないよ、だって手術しちゃった。遠くは 1.5 だけど、え、半端じゃない見えるよ、ボール。すっげえ黄色いボールなんか使ってるじゃん、みんな。こんな、あれくっきり見えんだね、遠くでも。
白いボールがやっぱちっちゃく見える。宮下さん老眼は？俺老眼だよ、夜は見えない。そう、僕も夜見えなかったですよ最近。昼間はまだなんとか。いやね、老眼の話しなくちゃね、もうね。いやでも遠くがよく見、レーシックして遠くがよく見えすぎちゃってもあんま気にならないですか？いや、この辺が近場がボケてなかったら大丈夫。大丈夫、そうそうそう、うん、あ、だからでもここはボケるよ一回、うん、ああ、そうか、一回やりすぎちゃって、そう、30センチはボケる、ああ ぼやけるっつって。あ、なんだ、1メートル以上離れると大丈夫。あ、じゃあ打つボールは大丈夫ですね。そう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 、いや、その目の影響もあるのかなと思って。いや、大体ね、目、老眼来るとライン読みがちょっとぼやけてくるから、あの一番ダメなのはあれよ、乱視、ダブルに見えるのが一番ダメ、うん、乱視で老眼ね、うん、俺じゃん、もうパター全く入んなくなる。いや、もともと入ってない。でもさ、この間ゴルフ行った時にスリーパット6回したらしいんですよ。6回じゃない、8回だよ。それ頭悪いだけだ。確かにね、確かにね。ちょっと今言い返してですけど、いや、言い返すとしたら OB11 発あって、それはお前だからさ、それはさ、お前はさ、 OB まで飛ぶ距離じゃないから、飛ばない、あの OB まで行かないんだよ。言い返すよ。OB まで飛ぶ距離じゃないから。だから女子が OB 行かないってのはそうじゃん。誰が？女子が。女子は OB まで距離が行かないから。それが、いや、そういうんじゃなくて、僕そういうんじゃないっていう言い方、その一ホールあるんですよ、うん、ニトリの、うん、2番ホールの池、イタリア池じゃないですか。どこどこ？ニトリの小樽、小樽の小樽2番ホール、2番ホール、あ、池、両サイド池だ。右もプシュ下に池じゃないですか、みんなドライバー。うん、スプーンじゃないんだ。いや、だから男子だったらスプーンとかツアーやで打ってたよね、前ね。池行かないよね。ドライバス。左の池入らない。でもね、ピッチング、あの、100ヤードから打つの？エッジ100行くの。俺らは140くらいから打つの。で、池に入るんだよ。戻ってきて。バックスピンでね。あ、届かないって思って、これ、これ。ドライバー、スッてドライバーパコーンって打ってるんです。いや、刻む子は刻むんですけど、半分以上取られます。まあなんだよ、今女子は特にそうじゃなかったらこんだけのハイスコアにならないって。あれ考えらんない、気持ち悪くて。大丈夫、老眼見えてる？いや、小暮がチェックするから大丈夫です。雨中途半端だな、上がるんだったら上がってほしいな。そうなんですよ。でも天気予報ずっと雨なんですよ。なってるよね、はい、でも雨雲なんかなくなりそうな感じなんだ。これ一発だけでいいんだよ。だってこれが使うわけじゃない、こっちが本ちゃんが。だいたい喋りたいこと喋りました、ももくん。いや、もう後半行くよ。ドライバー調整してビシビシ。大丈夫だよ、ね、このね、流れ結構やってる。いや、頼みますよ。ビシビシよ、これ結構、ま、今年何回目か分かんないけど調整しまくって。ちょっと白川はね、俺ちょっとあの期待してるから、あの応援しに来てよ、近いんだから。寂しいじゃん。あれ撮影 OK だって言うやつ撮ってください。ダメか、大丈夫だよ。幼いさん専属カメラ。そうそうそう、寂しいんだよ。いやいや、本当に。そしたら直光さん撮り行くでしょ。だってさ、だってさ、この日本オープンあるじゃん、うん、初日2日4日目は大阪から応援しに来てたんだ、みんな。島からとか、うん、3日目だけあのゼロ80 80 買おう。応援いなかったら初めてだった。応援っても大事ですよね、そのテンションっていうか。大事だよ、寂しいんだろ。まあいいや、じゃあちょっとクラブ調整して後で、ね、また打つとこだけね。なんで調子が悪くなっちゃった？シャフト変えて。そう、俺シニアでさ、もう TX はさ、ちょっと打てねえかなと思ったの。あ、もうちょっと年取ってね、ダブル X じゃん、で X にしてさ、うん、柔らかくしたのよ、うん、
そしたらやっぱシニア化して X にした瞬間にどんどん曲がれましたやっぱレギュラーの時よりバンってこうしっかりインパクトしないとやっぱダメだね合わせてシニア化でこうやって合わせて打つとやっぱ柔らかいとさムニュって曲がったりブンってきたりムニュって曲がったりインパクトブニュってきたりもうピュン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 は OP の連発よだからもう DX に戻したシニアだシニアになってもシニア化しちゃダメってことねそう自分の体の中はシニア化しちゃダメ年齢だけはシニア化になってるけどゴルフはシニア化しちゃダメそれはそういうことだね、うん、だからアイアンシニア化してないのにせっかくドライバーだけ柔らかいのにして曲がり出したそう曲がり出してもう足の寒い北風入ってきてスタンダードパターグリップねこれ明太子が力今度たこ焼きやっちゃう何だそれちょっともう見てうまい棒じゃんこんなのつけてたら入らねえよなんでこれこれどこのメーカーが出してんのエリートこれはさマモ君まあ一回このくらい おふざけいるかパッティング構えた時ああってなった時にうまい棒だってこれはトリッキーだななんでトリッキーですよねトリッキーだよこれ飯がなかったです僕これ明太子ちゅうの明太子入らなかったでしょ明太子だこれハゲちゃうんだよもう汚くなっちゃうすぐ半年それであれは何のこれ明太子じゃなくてたこ焼きコーンポタージュにしようかなと思ったらコーンポタージュ白だから真っ黒になっちゃうでしょやっぱたこ焼き色ついてるコンポタージュ白なんですねそうコンポタージュ全種類あるからさいろいろ考えるねエリートもねなかなかいいでしょまあ普通はないからねそんなのねだいぶ一つのあれは取れたでしょもう十分取れたけども編集が大変だ、うん、あんた言っちゃいけないことバン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 言ってるからちょっとこれシャフト太いですねあのウェットウッドに比べるとそうねまあ大丈夫ですよ出してこれがスプーンスプーンがスタンダードじゃあこれロアだっけなロアだよねお願いします。サンキューです。サンキュー。あとパターグリップだ。そう、たこ焼き。